皆さんの想像力をお借りしたいんですが、このフェンスから外は海です。海です。岸壁ではありません。海ですね。で、この鮎寿司、巡視艇鮎寿司は岸壁付近の浅瀬に、陸付近の浅瀬に乗り上げた船舶と想像してください。今一番いいの彼は鮎寿司の最年長です。元潜水士松田さん。彼女、吉川さん、昨年10月に愛知に乗船したばかりの新人です。なお、愛知で工事を乗船されてるの。これ斜めの角になっておりますので、持っておけば自然に落下してきます。で、上から黄色いロープで水上員がブレーキをかけて、降下方法は1つあるんですが、今回は3と6降下という条で降下します。ほぼ自然だったんですので、この訓練のこの。